ドロンニングモードランドドロンニングモードランド、ノルウェー語、ダラニングモードランドは、南極にある地域の名称。英語名で、クイーンモードランドとも記される。南極点を南限とする、統計44度38分から成経20度にかけての線形の範囲で、ノルウェーによって領有が主張されている。この地名は、ノルウェーのモードフィを記念して名付けられたものである。 各国の南極観測基地が置かれており、昭和基地や水保基地など日本の基地もこの領域にある。なお、日本の国立極地研究所南極地名委員会では、ドロンニングモードランドを標準化な文字表記として採用している。本校では、ノルウェーの南極体験年表を付す。面積はおよそ250万平方キロメートルに及ぶ広大な南極表彰である。 統計44度38分にある新南氷河末端と、整計20度にあるスタンイコールウィルス氷河末端をその境界とする。当初、ロアールアムンセンによって、ドロンニングモードランドと名付けられた地域は、統計37度から統計50度の範囲であったが、1939年に、ノルウェーがドロンニングモードランドの名のもとに領有を主張した地域は、 成形20度から統計44度38分にかけての範囲となっており、範囲が大きく広がるとともに東端が西へ移動している。成形20度より、西はコーツランド、統計44度38分より、東はエンダービーランドと呼ばれる。ドロンニングモードランドの海岸地帯は5つの地域に分けられている。それぞれの地域は内陸の どの範囲まで広がっているかは定まっていないが、南極点までの線形の範囲にまで延長する可能性はある。西から順に次のようになる。地名はいずれもノルウェー王室の人物から取られている。ホーコン七世は、モードの夫。ホーコン七世とモード王妃の一人息子が、後のオーラブ五世であるが、その日が待ったである。王太子夫妻の結婚を祝し、 結婚の翌年1930年に、プリンス・オラフ・コースと、プリンセス・マーサ・コースとの命名が行われた。ラグンヒル、アストリッド、ハーラルは、オーラブ5世とまった日の子で、南極の地名は、それぞれの誕生を祝して命名された。ドロンニングモードランドこの領域は1939年1月14日に、ノルウェーによって領有が主張されており、同国はここを、自国の、 俗領とみなしている。ノルウェーは南極地域ではこの他に南極半島近傍のピオトル一世島についても領有権を主張している。ノルウェーはイギリス、オーストラリア、ニュージーランド、フランスとそれぞれの主張する地域を重ならないように調整した上で相互に領有権を承認しているものの、その他の国々には同国の主張は認められていない。また、 ノルウェーも提約している南極条約によって南極地域における領土主権、請求権は凍結されている。他国の南極領土が南極点を頂点とし南位60度線などを外周とする義型であるのに対しノルウェーは公式には南限と北限を定めていなかった。これが南極に対する領土権主張を図にしたときにノルウェー領部分だけ 南極点の周りが波形になっていたり色が薄れていたりする理由であった。2015年6月12日、ノルウェー外務省が立法府に対して提出した南極に対する利害と政策に関する報告書の中でドローニングモードランド南方一帯は無視地となっているにもかかわらず、ノルウェー以外のどの国も調査を行ってこなかったことから南極点までの範囲を正式に ノルウェー領に併合すると発表した。この地域を最初に訪れたのは、1930年に南極の地図作成のために一帯を探検した飛行家、極地探検家のヒャルマー・リーラルセンだった。ロアール・アムンセンはこれ以前にノルウェーのモード王妃を記念して、統計37度から統計50度までの範囲にドロンニングモードランドと名付けており、さらに南極点を取り巻く。 高原地帯にノルウェーを訪婚7世を記念して訪婚7世高原と名付けていた。リーラル線の飛行と探検により判明した海岸線はドロンニングモードランドに組み込まれ、後にノルウェーが領有を宣言することになった。ノルウェーのドロンニングモードランドに対する主張はオーストラリア、フランス、ニュージーランド、イギリスが承認した時期がある。 ノルウェーの領有宣言のきっかけになったのは、1939年、初頭ドロンニングモードランドの沖合に、ナチスドイツの南極探検隊の船が現れたことだった。ノルウェーはドイツに対し、先手を打つために領有権を主張したが、ドイツの探検隊は構わずドロンニングモードランドに上陸し、一帯をノイシュバーベンラントと名付けた。 第二次世界大戦中は、ドイツ軍の船がこの海域に出没し、ノルウェーの捕鯨船を打破するなどしている。ノルウェーは、高級基地である、トロール基地、およびカキノミの基地である、トール基地の二つの南極観測基地を所有しており、いずれもドロンニングモードランドにある。ドロンニングモードランドには、ノルウェー以外にも、南アフリカ、ロシア、日本、ドイツ、ベルギー、スウェーデン、 フィンランド、インドの基地がある。アルピニストマガジンクライミングノーツ、ファーストアセンツインクイーンモドランと。ありがとうございます。